45歳以上を超えても、職種によっては50歳とか55歳まで永住権を申請ができる。こんにちは、まさとです。皆さんの中でオーストラリアでこれから永住したいっていう方で、まあ、どうしてもこう年齢が45歳に近い、すでに45歳いってるって方もいると思うんですけど、永住もできないんじゃないかな、諦めかけてる人いるんじゃないかなと思うんですけど、意外に知られてないビザがありまして、それはダマビザっていうのがあります。 Designated Area Migration Agreement。 ダマビザっていうのは、まあ、なんでこういうのができたかというと、年齢がいってしまってとか、英語力がちょっと足りないとかっていろんなまあ理由でこう諦める方もいるんですけど、まあ、でもやっぱり能力があるっていう方もその中でもたくさんいるわけですね。まあ、そういった人にチャンス、まあ、指定された田舎しかないんですけど、そこで仕事をゲットしてサポートする会社が得られれば、それがレイバーアグリーメント、会社とチェンバーオブコマース、日本でいう商工会議所っていうのがあります。あとフェデラルガバメント、連邦政府とのやり取りでこうレイバーアグリーメントに従ってビザが申請できるプロセスについてはですね、これを見てもらって、このプロセスに従ってやっていくんですけど、まあ、この場合結構ね、いろんなコンセッション情報っていうのがね得られるんですね。このダマビザ、まずその一つ目がエイジコンセッション、年齢制限。ダマビザに関しては45歳以上を超えても取ることができるわけです。もちろんその職種にもよりけりですけど、原則的には45歳、職種によっては50歳とか55歳まで申請ができる可能性があるわけなんですね。2つ目がティズミットっていうね、今年の7月1日から5万3900ドルから7万ドルっていうミニマムのスレッシュフォールドがね決まったと思うんですけど、ダマビザだと 10% ですねカットできる6万3000ドル。まあそのノーザンテリトリーであれば5万5000ドルで OK っていう職種もあるんですけど、まあ、そういったコンセッションが得られるということで、給料があまりこう取れないっていう方でもですね、永住権を申請する上でその給料のスレッシュフォールドっていうのが低めでもですね、申請できるっていうことが可能になるわけなんですね。でその次3つ目、キャリアチェンジのために海外に来てもやっぱり英語力が不安でなかなか伸びない、テストのスコアが取れないって方たくさんいると思うんです。普通の186とか永住権のビザだと最低でもコンピテントって 6.0 がいるわけですね。 E1 ですね。 PT であれば50点いるわけですね。でそれがそのこのダマビザだと全ての職種においてだいたいまあその IELTS でいうと 5.0 で、 PT であれば36点 OK なんですね。 4.5 でも OK っていう職種によってもあるわけなので、まあ、なので英語力が足りないって方はこのダマビザすごいおすすめで、最後にマルチプルビザオプション、ビザのオプションがあります。1つ目が TSS ですね、テンポラリースキルショーテージ482のビザ、その次が ENS186 で永住権のビジネスビザ、最後が494っていう、ね、田舎のビジネススポンサービザで、494に関しては491っていう普通の田舎のビザと同じで、5年間のビザのうちの3年間そこで働いて、そのまま191っていう永住権を申請することができるっていう、基本的に482、186と494っていうこの3つの種類、チャンスがかなりあると思いますので、ぜひ挑戦してみてもらうのもいいかなと思います。他のね、そのエリアとしてはイーストキンバリー、ファーノースクイーンズランド、ゴーバーンバリー、グレートサウスコースト、オラナ、ニューサウスウェールズ、イルバラ、ウェスタンオーストラリア、サウスオーストラリアリージョナル、サウスウェスト、The Goldfields、 WA ですね、ウェスタンオーストラリア、タウンズビュー、クイーンズランド、で結構たくさんありますね。これだけのエリアでこのダマビザっていうのを提供しているわけなので、内容に関しては全てです概要欄の下にリンクを貼り付けておきますので、ぜひこれをご覧いただいて、これからオーストラリアに移住したいとか、まあ、今現在オーストラリアに住んでて年齢が45歳近くなってまずいかな、でも諦めたくないって方は、このエリアのどれかに引っ越しをして仕事をゲットして、田舎でもいいんだと思うんであればダマビザで頑張って見てみるのもいいかなと思います。ビザね、結構厳しくなってきているわけなんですけど、オーストラリアっていうのはね、他のウェスタンな国に比べるとチャンスがねまだまだあると思うんですね。永住権取るために諦めず本当にビザ取れますので、まあ、もちろん年齢が若くて英語力あるっていうのがまあ一番ベストなんですけど、なかなかそういう人はたくさんいないと思うので、なので諦めずですね、今オーストラリアにいる方もこれからオーストラリアに行こうって考えている方も、まあ、年齢はそんなに気にせず、とにかく英語力はまあ伸ばすっていうことはもちろん大事なので、オーストラリアに来る前に英語力っていうのを上げた方がいい。まあ、最後なんですけど、もし英語力が足りないとかですね、 PT の英語学習ね、こうスコアを上げたいって方、ちょっと不安な方は動画の概要欄の下にですね、まさとずoglive.comのウェブサイトのリンクを貼り付けております。そこから入っていただいて、初回無料の40分間のコンサルを提供しております。ウェブサイトからご予約していただければと思います。皆さんとお話しできるのを楽しみにしております。今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただける方は LIKE ボタンしていただいて、チャンネル登録していない
方は僕のマサトズ OG ライフを応援していただければ非常に嬉しいです。それでは今回もご視聴いただきありがとうございます。 Thanks for watching guys. See you later. Bye.